いよいよ3月の8日から再開始まって、でお客さんが入ってくるのが10日からぐらいになってくるんだけど、それまでだいたい1週間から10日ぐらい時間があるから、その間にレスキュー関係、トラブル対処関係とガイディングの整備から自分のこの海の今までやってきた勘のところがだいぶ頭を切り替えなきゃならないから、ちょっとそんな感じでお客さん迎え入れる前にトレーニングを厳しめにやっていこうかな。今日やるんがレスキュー、ちょうど海が今日が一番しけてるから大潮だし、流れもかなり入ってる中の波も高い中で、まあこんな時にしか危ないことってのはあんまり起こりえないからさ、実際にこの中で栄光とかだから引き上げとか、その辺を最終的には人工呼吸 CPR のところまで、そこまではやっていこうかな。今日それの後に時間があれば少しトラブルの対処、船上でどういうことをやっていけばいいのかなとか、あとは水面サポート員とか、中に入って耳が抜けない人、オーバーウェイトの人とかね、その辺の対処をしっかりと意識統一して3人が同じように動けるような体制をとってほしい。例えば1人の人が何かトラブった時にみんなが同じ意識でいれば、その人に誰かが対処しに行った後にヘルプスタッフも同じ動きができる。この人がこれやるんだったら自分はこっちやろうっていう動き方ができるから、その辺をちょっと意識しながらやっていこうね。よっしゃ、じゃあ出航してちょっとかなり4メートルの波だから透けてるから気をつけて頑張ろう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。よっしゃ、じゃあレスキューから入っていくんだけど、実際今潮はそんなに強くないみたいな、思ったほど波もないんだけど、まあそれなりに波と潮がゼロではないと思うんで、ここでやっていこうかなと。でレスキュー何度もやってるから手順とかその辺は分かると思うんだけど、やっぱりシーズンの最初なんで、一応頭の中を整理しながら確実に船まで引き上げられるような形でやっていこうと。でまあ今回トラブル対処を先にやりたかったんだけど、しける日が今日だけだったんで、先に一番最悪のシナリオのところからやっていくような形にしよう。で想定的には上がってきてお客さんが行方不明になっていると、でそのお客さんが水面で溺れてるのが船から確認できる。でそこに向かってアプローチをかけていって、アプローチをかけてる間にその方が意識が飛んじゃって下に沈んでっちゃう。水中から引き上げて水面を曳航して人工呼吸しながら戻ってくる。で機材脱走を行って最終的に船の上に上げて、船の上で CPR、AED のやり方まで。でそれが終わって大丈夫だったら酸素吸入のやり方までちょっと復習でやっていこうね。まあちょっときついトレーニングになると思うから、少し体操とか体を少し動かして、じゃあ簡単に手順だけねまた説明していきます。一番最初アプローチ、目をそらさずにしっかりとヘッドアップクロールでアプローチをしていく。アプローチした後にその人が沈んでっちゃうから、そこの位置関係をしっかりと把握してないと、まあ透明度は30メートルぐらいあるから、ある程度近くまで行けば沈んでいくのは分かると思う。基本的に溺れてるってことは潮の下手になるわけ。いつもトレーニングしてるときに絶対に潮の上手で活動しろよっていう話してると思うんだけど、何かあるときっていうのは大体しけていて潮の下手側でなることが多いわけだから、その下手にいる人を助けに行くっていうような感じ。ってことは行きは乗ってるわけよ、潮に助けに行くときは。だからヘッドアップクロール早く行くと思う。でも今度は人を連れて曳航するときにかなり抵抗がある。風も影響するし潮にも引っ張られるから、そこの段階でしっかりとフィンを書いて栄光してこないと、どん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 助かる率が減ってっちゃう。で人工呼吸も早く取り掛からなきゃいけないだろうし、で人工呼吸に関しても水をかぶるから引き込みがかなり入れづらくなってくると思う。で沈んだダイバーを引き上げるとき、最初に意識の確認、2回大きく振って意識の確認して回り込んでマスクへの浸水の確認。マスクの浸水があるなし、レギュレーターを加えてる加えてない、これによってその後のステップが変わってくるから、しっかりとマスクの浸水を確認。上げるときに相手のウェイトがもう必要なければウェイトを捨てる。自分のウェイトは必要であればそのままつけてた方がいい。自分も急浮上しちゃうから一緒に上がってくんだけど、脇の下から手を入れて相手のレギュレーターをホールドしながら、途中で外れちゃってまた浸水しちゃえば同じだから、少しこうレギュレーターをホールドしながら PC のコースでコントロールしていく。だから右側の立ち位置になるからね。さっきちょっと来てくれる。こういう状態でここでホールドして、でこっちでコントロールしてね。でそれで上までゆっくり、いいよ、上までゆっくり上がってきたら水面に出たら浮力の確保、まず最初にね浮力確保して意識確認、呼吸の確認、溺れてる人のマスクレギュを外して呼吸の確認をします。で呼吸の確認をして呼吸がない状態であればそこから人工呼吸に取り掛かるんだけど、最初にもう2回吹き込みから入って、今回は栄光重視になってくると思うから10秒に2回の吹き込みでいこうかな。だいたい 1.5 秒ぐらいずつの吹き込みだとしたら、間を7秒間取って
1、2、3、4、5、6、7、5、6、7の間にはポジションを人工呼吸のポジションに持ってこない。だから最初の5秒で栄光していくような感じ。1、2、3、4、5でポジションを変えてって6、7で吹き込むような感じね。そう、6、7、ふぅ、ふぅ、栄光してる5秒間の間に1個ずつでもいいから機材のクリップを外していったりして脱がせる準備をしていく。最終的に2人の機材が脱がしたら今度は一気に栄光に入っていくからね。そこからはもうスピードアップで、すぐにでも船に上げて CPR に入りたいというような流れ、そんな流れでやっていこうね。でここ上がる時もしっかり気をつけて、添乗員が1人いると仮定して2人でのキャリーでいいからね。2人で一斉ので上げて、で陸に上がって濡れてないとこまで持ってきてウェットスーツをはだけて CPR に入る。そんな感じで頑張ろう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、はい、アプローチだよ、全力アプローチね。そう、そう、もう船の方見とけ、船の方見とけ、そう。全部アプローチしながら、船にアプローチしながら。呼吸がありません、人工呼吸開始。はい。そう。1、2、3、4、5、6、7。そう、今ぐらいに水かぶるよ、本番も水かぶるよ。もっと首元上げろ、もっと、そう、それは後でいい、そうそう、人工呼吸優先、そう、そう、1、2、1個ずつでいいよ、1個ずつで、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、94
そう、アプローチ、そう。そう。そうそう。そう、押し込むな、押し込むな。首をぐっと向ける、そう。そう、人工呼吸の体勢に入るときは落ち着いてから体勢に入んないとだよ。そう、そう、沈めないよ、なるべく沈めない。でもあれで休憩して、実際は今ここに頭上がってるけど、ステキさんの場合は下がってる。はい。で、首元を上げといてあげないと、 できれば自分が風の当たる側に来た方が、でこれを外す、外す、この手順を慌てずにやった。はい、まあ、両方の脱着が終わった段階ね、今、はい、両方の脱着が終わってる段階で、まあ、マスク今外してると仮定して、こういう状態になるわけじゃん。で、この段階から人工呼吸は購入してるわけだ。ふーだよね。で、この後一気に運びたいわけじゃない。一気に栄光するときには、相手を自分のお腹に乗せるような形で、バックインでバーッと持ってきて、で、一方体制の形に入る。一気に運ぶ。で、ちょっとそこだけやってみよう。はい。ね、そう。そう。5。それで、今ここまで上げてきました。キャリーして上げたらば、まず意識の確認をするね。陸上でやったファーストエイドですね。大丈夫ですか、大丈夫ですかから入って、で呼吸の確認です。で、これ実際は切っちゃう時もあるからね。意識なし、呼吸なし、
だから CPR に入ってる。最初に気道を確保して2回の吹き込みね。心肺蘇生で2回。大丈夫か、大丈夫か。意識なし、呼吸なし。そうそう、形だけね。そうそうそう、3、4、5、6、7、8。そう、 OK、 いいよ。大丈夫ですか、大丈夫ですか。呼吸なし、意識なし。そう、1、2、3、4、5、6、7、押すなよ、押すなよ。9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。はい、オッケー。もう完全に新マッサージの状態になって AED に入っていくとき、除細動に入っていくときは選手内からこれ一人が運んできて開けるわけだ。そうするとアナウンスが始まる。そのアナウンスに従って、今ちょっと濡れてるからあんま触れないけど、胸部を出しました。赤のハンドルを引いてバッグを開いてください。これね、これを引いてこれを開く。そうすると中にパッドが出てくる。電極パッドの絵を確認してください。パッドを青の台紙から剥がします。パッドをパッドに青の台紙があった絵の通り貼ります。それを剥がしてこの通りに貼ります。しっかりパッドを押し付けます。パッドを押し付けます。もう一つのパッドを台紙から剥がします。パッドを素肌に絵の通り貼ります。こっちに貼ります。しっかりパッドを押し付けます。